サムライ塾の後藤です。こちらの動画ではですね、塾生の合格体験記ということでの話をしています。はい、では行きましょう。会社の業務に必要だったこともあり、プレッシャーがとても大きかったです。また、直前に体調を崩してしまってもしましたが、なんとか乗り越えられたのは、一人一人に丁寧に対応してくれた塾長、勉強できる環境を作ってくれた家族、会社、励ましてくれた友達のおかげだと感じました。大人になってから初めての試験は本当に感謝が大きかったです。あとは健康が一番。はい、ということなんですけど、この彼女もですね、20代前半の女性ですよね。で、職業訓練、東京だったかな、確か東京かなんかの職業訓練、ウェブかなんかの職業訓練をやってですね、でその後就職をして、で就職先にですね、まあ、弥生会計を導入してるからちょっと簿記もできるようになってくれと、ね、いうことでですね、来た女性なんですよね。で、まあ、元のね、1年前に来とった女性、女性の塾生があるんですけど、その女性の塾生と実は同じ職場でね、で、まあ、紹介されたということで、紹介でいらっしゃった女性ですね。で、まあ、そんなにね、なんていうんですか、こう勉強も自分で言うほど苦じゃなく、ね、しっかりと勉強をやってですね、で、まあ、3級ね、見事に一発合格で、された、女性ですよね。で、まあ、弥生会計をね、使っていたんだけど、まあ、簿記を勉強したことによってね、その弥生会計自体もよく分かるようになってきたというふうにおっしゃってましたね。はい、では以上です。